なんで私まともじゃない、私まともだね。人に金を迷惑かけたことね。ねえ、そういう人をなんでまともって言わねえの、おかしくない。ねえ、僕にも楽天カード貸してくれたっぺって。たまちゃん、確かに、育児放棄したからだ。育児放棄、育児放棄って言うけどさ、ねえ、じゃあ金はどうすんの？ねえ、子供の面倒見てて金はどうすんの？どうすんの生活。ねえ、育児放棄ったってさ、慎吾一人にしたわけじゃねえよ。父親、母親が見てくれたんだよ。そういうの育児放棄って言うわけ？そういうこと言うわけ？そういうの育児放棄って言うんだ。へえ。まあ、アンチがめった出てきたね。こんなことやってたらナイス取れねえわ。バカは相手の時じゃねえわ。バカを相手の時じゃないだよね。ありがとう、藤沢奈々さんは。日本の宝って、まだまだ暑いのでご自愛くださいって、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。バカ相手の時じゃないのよ、あんた。ナイスが取れないよ、バカ相手にしてたら。ねえ、そうでしょ。ねえ、くだらねえことで言ってよ。育児放棄じゃなんだってよ。年中同じことを繰り返して言ってよ。人の悪口で言って、自分はどんな生活してるんだってよ。笑うわ。ジブデブハグハゲは配信者としてね、だっぺよって。そうなんだ。毎日毎日嫌がらせの米を打ちね、似合っているあたりすごく気持ち悪いですって。ポニーテイラちゃん、ありがとう、ありがとう。ね、ひまわりちゃん、息子を養うためにがむしゃらに働いて育児放棄と言われたら稼いで養うのって。そうだよね、ひまりちゃん、ありがとう、分かってくれてありがとう。ひまりちゃんが言う通りよ、そうだよね、がむしゃらに働いてよ、ほんと稼いで痩せないなよね。ねえ、両方はできないよね。で、慎吾一人にしたわけじゃないよね。父親、母親が見てくれたよね。いないで放っといて働いたっつうんだらわかるよ。そんな育児放棄って言うんじゃねえと思うけど、私は。ねえ、そう、そう思いますよ。何とも言ってください。ねえ、言いたい人はどうぞ。親の貯金を崩して、私は親の貯金崩すの嫌いなの。親が10円のお金なくて育ってくれて、そんなね、
まあね、立派な親の金使います？自分の子を育てるにそんな立派なね、親の金使います？私そこまで薄情じゃありませんね。10円のお金がなくって大きくしてくれた親ですよ。その親の年金とか私は使えません。一切使えませんね。そんなね、薄情な女じゃないですよ私はね。年金は母親に来るものね、働いた人に来るもの。それを自分の子を育てるのに親の金使って育てられますね。わかる？頭学校で直したがいいわよね。あ、これ消しましょう。この人ね、もう消した方がいい。こういうクズは消した方がいい。うるさくしょうがない。こういうの消した方がいい。もう消しましたね。あ、もう消しました、みかんちゃん育てられるよって。そうだよ、妖精さん、これ以上だからですが、あなたは仕事終わりってね。月影も消すか。これもいらねえやな。月影表具もいらねえわ。バナナちゃん、こんにちは。ナイスポチッと。ありがとう。ありがとうね。月影もいらねえわな。バナナちゃん、いつもありがとう。うるせえやつは消せばいいって。本当だよね、ポニーテイラちゃんね。ムカつくよね。消すでよ。こちら。いらないって。そうだよね。不愉快だって。そうだよ。よしえもんちゃん。ナイス押してるから。許してだって。許してだって。今度謝ってきたよ。月影標語が。ナイス押してるから。許してだって。月影標語。ね。みかんちゃん。ナイスしない。あ、しなく、してないよね。こういうコメントをする人がするわけねえんだよ。こんなことは分かってる。文句言うような人が応援するわけないよ。どうでしょう。ミントさん、私も保護司家庭で、小さい頃、母親が仕事ばっかりで、ほっとかれました。慎吾君とお母さん、いなくなると行かないでって泣いたことあるよ。慎吾の気持ちもわかるって。そういうこと。みこちゃん、ナイスしないのはダメだって。よし、なんかって、皆さん人それぞれ事情ありますよねって。他人がどうこうの問題じゃないですねって。その通り、ひまわりちゃんの言う通り。ありがとう、ありがとう。本当ありがとう。その家庭家庭でいろんな事情ありますよね。過去のことをいちいちね、人の家庭のことを言うやつはよっぽど暇人、アンチ、勘広い、もやし食ってる貧乏人、もやし食ってる貧乏人、缶集め、しまいには東京のホームレスね。そうだよ、そう、もう分かってるね。人の悪口で言うやつはね、ダメ、アンチは。みかんちゃん、よせいさんはもやし食わないのって。もやし食べるけど、安いけど食うから。年中もやし食ってねえよ。年中もやし食ってねえ。だから貧乏人はさ、もやし食ったりよ、安いもんしか食えねえで、缶拾ったり。だから人の悪口で言うんだよね。悔しかったらふわっちやってみろよ。ふわっちやってみろよ。ふわっちを。
悪口は自分に返ってくるよ。本当ですね。僕はドリンク、みかんちゃん、ホームレスがネットでできるって、女性さん、たくましいわって、みこちゃん、おばあ、切るダメだって、うん、アルミや、アルミないとダメだべよ、笑うってね。昔はさ、クズ屋さんってさ、出すとお金置いてったけど、今持ってってもらうに金か、何でも金だからね。金の世の中よ、ね、金の世の中ね、人の過去のねことをぐちゃ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 言わねえでよ、自分のうちのことを歓迎なね、自分の家庭のことを歓迎な、あ、ありがとう、長瀬のふわちくん、よせさん、配信頑張ってって、ありがとう、ハートくまちゃん、ハートくまちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ハートくまちゃん、ありがとう、ありがとうね、七瀬のふわっつくん、ありがとう、ありがとうね、ブリー、今日はアンチはネット、もやし20円はしますよって、そうかい、20円するの、でももやしさ、安くてもうまいよね、うまいね、もやしね、安くてもうまいで、そう、ホームレスの人をバカにするような発言してますね、一生懸命生きてる人って最低ですって、ノイズ取り消しました。どうぞ、月影なんか前から押してないの分かってるよ。どうぞ。あなたも今、あれ、ブロックしますから、他の番組へどうぞ行ってください。ね、あんたの愚痴を聞いてる暇ねえんだよ、こっちは。クソ野郎。こちら、ありがとう。何？よしはよしよって、ありがとう。ありがとうね。こちら、何かいただきましたよ、今。ありがとうございます。ありがとう。ブロックしていいよって、そうだよね。よせさん、最強です。ありがとう。バブルバーロン、ありがとうございますね。ありがとう。もやしは儲からないでしょうねって、ほんと。手紙送るのでは許してって、手紙結構です、もやし栄養豊富ってね、トルルちゃん、かっちゃん、裏切のみや、あき、裏通り、けけって、ありがとう、ありがとう、初コメの方ありがとうね、初コメの方よろしかったらナイスナイスよろしくお願いしますね。大福ちゃん、そんなこと言わないでほしいですよ。よしえさん、みかんちゃん、私手紙送りたいわ。いやいやいや、お手紙結構でございます。私は字を読むのも大変でございます。もうこれ以上頭は使いたくありませんわ。ありがとうございます。なんで外壁直さないの、そんな人んちのことをいちいち言わなくてもあなたが口出す言葉でありませんね。人んちのことを言わないで自分ちのことを一生懸命やってくださいね。もやし値上がりしたよねって、そうですか、私も買い物行かないからね、わかんない、前は安かったよね、もやしでも美味しいんだよねあれね、結構
私もやし好きだな、うん、ニラより好き、うん、もやしの方が、うん、どうしてこういうバカげなこと言うんかね。いっそ家の壁でアートしようだって。おめがやればいいじゃねえかよ。いち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 よ、この野郎。クソ野郎が。なんでうちがね、あの壁でアートやるんだよ。アートなんかやるわけねえべよ、この野郎。一般的な人がアートやるか、この野郎。アートして展示するかよ、この野郎。なあ。うん、なんだっけ、あれな。香取慎吾じゃねえんだよ、この野郎。バカ野郎が。あ、この野郎、ほんとムカつくな、この野郎。展示、笑うってね。アートするんだって、あの壁を、ね、アートして展示するんだって、バカだと思わねえ。何、月影何、家賃、アパートに住んでいるので、できませんわ、だって。アートできないの？あなた。あなたね、自分がアートできないんで、私にアートやれって言うわけ？自分でアートやってみて、どんな具合か。そうしたら人に勧めてみて。ね、うん、そうなの。あなた、一軒家じゃないの。うん、道理でアンチだと思った。金なし野郎ね。かわいそうね。やっぱりもやしだな、この人は。もやしも食わねえから何食ったんだべ。もろこしの毛でも焼いて食ってんじゃねえの。もろこしの毛でも焼いて食ってんじゃねえ。お茶はもろこしの毛でよ、もろこしにチャッツンがあるんだよ。毛をね、毛を乾かしてさ、お茶飲むんだよ、うん、お茶が買えねえんだよ、うん、かわいそうな人だな、もろこし茶、うん、もろこし部屋。そうだよ、吉山さん。もろこし、もらったことあるよ、友達に。どうやってこれ飲むのって言ったら、甘みがあるんだよね、少しね。もろこしの毛、お茶になるのって。なるんだよ。もらったもん、漢方の。何でも差別してないってね。ね。アートしろって、うちを。ムカつくね。ね。なに、アパート暮らし、うちも建たねえんだ。なあ、それじゃアンチになるよな。頑張ればうちは建つで。なあ、子供の面倒見ねえってよ。人に言うけどよ。なあ、俺は一生懸命働いてよ。ねえ、女だってうち建つぐらいの金は貯めたで。うん、なあ、人に言うことじゃなかんで。うん、なんだい、いまだにアパート暮らしかい。笑っちゃいけねえで、親にはぐれた小スズメがぐれた叱るわな、うん、どうはな、笑っちゃいけねえで、この野郎、まらげろって、まらげろなーに、なーに、まらげろって、まらげちゃう、うん、それもまたいいかもよ、うん、新発売になるかもよ、結構ね、うん、売り上げあるかもよ。そういうの好きな人中にいるわよ、絶対いるわよ。まらげちゃってね、中には変態の人もいるから、まらげちゃ今度は作って売ってみようかしら、私がね、うん、私は大学院なので、まだ学生で社会人ではございませんだって。今度は自分の頭褒めてきたな、この野郎。自分の頭がいいのを褒めてきたな、この野郎。若いくせに熟言うんじゃねえよ、この野郎。てめえが結婚してんじゃやってみればいいじゃねえか。男と離婚しておめえがやってみればいいじゃねえか、人のこと言えたら、この野郎、うん、バカたれ。まだね、大学生だってよ、笑っちゃうで。そうか、大学生か。大学生じゃアパート暮らしだな。親に金もらってな、うん、親が出してべ、な、うん、
大学出たところで、ないい職業に就くわけじゃねえよこの野郎、今は人生厳しいんだこの野郎、金取るんが一番だこの野郎、わかるかこの野郎、バカだよ、ほんとバカだよあの野郎な、月影だよ月影標語がよ、なあムカつくあの月影、月影だかなんだかハゲだハゲ野郎だかわかんねえけど、まったく肝がいるな。お座福の地盤の息子立派ですもんねって、いやまあ地盤の息子っちゃ地盤の息子だべよな、何下手に子供を産むのは何賢明ではないです、何最も月影じゃモテねえだんべな、子供産めねえかんて、男にモテなきゃ子供もできねえだよな、一生一人かもな、一人でアパート暮らししてろな、この野郎、今は産めよう増やせの時代ではありございません、おめじゃモテねえから男が相手にしねえよ、かわいそうな女だな、しかも女かよってわかんねえ、男か女かわかんねえ、そうだよ、プリンちゃん信号すごい学歴コンプですね、笑うって、おじさんじゃないおかまって、おかまかしら、ちくわちゃん、私男ですって、あ男かよおっちゃん、そうなん、おっちゃん男か、ということは、男が何子供を一人面倒見ねえでどうのこうの、おめんじゃ母ちゃんもらったらちゃんとおめ母ちゃんに食わしてげるんかよ、ああ食わしてげたら立派な口聞けこの野郎、今ないい加減な男がいてな、子供産んでもなほっぽりっぱれでな、女に全部預けてな、お産の費用も払えねえよそ野郎が言っているんだよ、男でも女のがしっかりしてんだよ、わかるかい、作りませんですだって、作れねえだんべ、女にモテねえんだから、どうしようもねえや、一人で作れるわけねえべ、女にモテなくっちゃよ、そうだんべ、いくらよいい大学出ててもよ、女にモテなくっちゃ子供ができねえよ、ああわかるかい、これそれカッパやんだよ、そうだよしおの真似すんなよって、結婚しなければいいだけなんでって、そうか結婚できねえか、あおめえはあれかハゲデブチビメガネの口か、それじゃあモテねえわ、それじゃあモテねえわ、ハゲデブチビメガネはモテねえわ、今の女は目が肥えてるからな、な今の女は目が肥えてる、メガネついて、メガネついたって、目がついたって、よせさん爆走中カフェちゃんってね、こちら確かに該当しますね、本当、笑うハゲデブチビメガネ、それじゃあ女に相手にされねえわ、子も子供子供もできねえわ、かわいそうだな、そういう女は、そりゃそういう男はやっぱりうぐいす谷だな、うぐいす谷で自分を金出して女買うんだな、しょうがねえからな、まあしょうがねえよ、女買うんだよ、正直私は今でも受験でだって就活を経験して、ありません、だって何、そんなさ、そんな受験してよ、人生もまだな、なあまだ人生も未経験でよ、仕事あのあれなんべ、あの人生未経験でよ、あのな受験してる身でよ、よく人のな、こんなな年取ったおばあに意見言えるな、この野郎
よくこんな年取ったおばあに意見言えるな、あんた。な、意見言うつもな、自分がな、こてや、よしえもん、やめてあげて、って。優しいね、よしえもんさん、どうしたの、うん、言葉。あ、やめて。目が覚めてきたわ、って。本当？まだこれから若いうちに、って。そうか、うん。悪いと思ったのかな、うん。信号、うん。こちら。パックス、よしえさん最強って、ありがとう。パープルバーロン、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。やっぱりね、人間ってさ、年取っていろいろね、経験したら人に意見言う。ね。まだそんな若いうちにね、何も経験しないで、人のうちのね、ね、ことを言うもんじゃねえよ。うん。人間は年重ねるごとに、ね、大人になるんだよ。わかるかい、うん、よしえさん、世間の風波に流され、結婚何しましたか、それとも自分の意思ですかって。自分の意思じゃねえよ。相手がよ、仕事を辞めて、あの、一人です、もう二人です、もうね、一緒だから、仕事辞めてこうって言うから行ったんだよ、日暮里に。俺たち住むうちがねえんだよ。私が全部借りてやったんだよ。亡くなった人のことを悪く言いたくねえけどさ、そういう男だったよ。月影さんもね、ねえ、ちょっと言い過ぎたけど、あなたも若いから、まだ経験がないから、これから人生の経験を得て、年取ればわかるから、いろんなことがね。そうだよ。ね、そうか、そんな若い子だったんか、ちょっと言い過ぎたかな。月影さん、頑張ってね、頑張って、まだ人生これからだからね。だからあんまりうちのこと言うから頭にカッカしちゃってさ、ちょっと言い過ぎたかもね。ね、これからって、そうだね、ちくわちゃんこれからだね、若かったんだね、いいおっちゃんかと思ってさ、ガミガミ言っちゃった。うん。そう。未来あるけど、慎吾は、って。そうだよね。37だかんね。プリンちゃんの言うことわかるよ。わかるよ。ああ、未来があるけど、慎吾は、って。その通りだ。うん。あ、こんね、24。よしえさん、なんか申し訳ございません。お互いに良い人生歩みましょう。あら、いい子だね。ありがとう。そんな若かったん。悪かったね。24じゃ若いよね。まだね、人生経験もう薄いしさ、あれ、受験だよね。ごめんね。ごめんね。謝るよ。月影さん、ごめんなさい。ごめんなさいね。ごめんなさいね、そんないい子だったんだ、ごめんね、うん、私もね、カッカしちゃうんだよ、子供を放棄してなんて言われるとね、私本当働かなくちゃってそれしか思ってなかった。